会的課題を特に取り上げて、最前線で頑張っている皆さんならではのお話を聞ければと期待をしています。生活困窮者の、その困窮状態からの脱出のサポートをしているホームレスの人の特技を生かしたシェアサイクル、自転車修理が特技だっていうので、シェアサイクル事業に着目してハブチャリっていうサービスを大阪市内今300拠点で展開して、そういう仕事作りをしています。視覚障害者の方がドキュメント文章を読む際に使われる点字あるいは音声への変換というところをやっています。どんな方でも我々健常者と同じ努力で同じだけの情報量が手に入ると。中学生高校生大学生社会人を対象に次世代のデジタル人材の育成っていうものをやっている、120万人のイノベーション人材を育成すると。なので中高生の約 20% がそういう社会を変えられる子に育っててほしいと。水の技術とか環境の技術って、特に日本が強いところ、今まで日本が20世紀に頑張ってきた製造業 のノウハウと環境技術と、あと日本 その長期の資本、これがこう揃うと、世界をよくできるんじゃないかなと。ソーシャルスタートアップの場合は社会課題を解決ということを目的にして事業を立ち上げているというところが、一般の企業とやっぱりちょっと違うところだというふうに思っています。未来を考えれば、さっきの水問題もそうですけれども、とても重要なその社会課題解決、そしてビジネスになるという話だと思うので、官民が連携して育てていくということが重要な。社会的課題を解決しようという高い志を持っている皆さんが多くいらっしゃること、大変心強く思いました。皆さんみたいな方々がこれからも増えるように、官としても環境整備をしなければならない。新しい官と民の連携によって社会課題を解決する、こうした日本を作っていきたいと思います。